さあ続いては工藤監督にお越しいただきました。工藤監督、4年連続日本一、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。監督、今の率直なお気持ち、聞かせてください。はい、率直な気持ちはほっとしてます。確かに見てて、この本当日本一が決まるまでは絶対にね、この心からの笑顔じゃなかったような感じに見えて、まあそのあたりやっぱ苦しさもあったんですか。はい、そうですね、やっぱりシリーズっていうのは何が起こるかわからないと、やっぱり一つのきっかけで、全く違う結果になってしまうっていうこともあったので、はい、3勝してても全く気は抜けなかったですし、一つ負ければドドドといってしまう可能性もゼロではなかったので、はい、そういう意味では最後のアウトコールが聞こえるまで、はい、気を抜くことはなかったです。まあ2000年のですね、やっぱ2連勝4連敗というね、ああいう屈辱の中から、はい、やっぱりそこがあるんで、もう本当に最後までっていう気持ちで全員にそういうイズムが伝わってたんじゃないですか。ですかね、はい、まあ2000年の時は僕は反対側にいたので、はい、はいはい、そうですよね。まあこういうこともあり得るというね、大きな例じゃないですか。そうですね、うん、はい、やっぱりまあ僕自身も1分け3連敗から勝ったという経験もありますし、やっぱそういう中でやっぱり一つの負けであったり一つのプレーっていうのがやっぱり日本シリーズにとってはやっぱり大きな展開になってしまうということもあったので、はい。しかしね、今回は無傷の4連勝ということでね、はい、監督の中でこの日本シリーズで一番驚いたプレーとかあるんですか。これはびっくりしたとか、驚いたという、驚いた、うん、そうですね、やっぱり第一戦のやっぱり呉原君のホームランというのは、やっぱチームに流れを引き込んでくれたというかですね、あれで一気にみんながリラックスできたので、そうですね、本当にいいホームランを、はい、チームにとってのいいホームランを打ってくれたと思います。やっぱりジャイアンツのエースであるその菅野から打ってるという、彼のそのホームランが非常にチームには本当に刺さったというか、そんな感じでしたね。そうですね、はいはい、大きかったです。なんか特段栗原選手に声かけされたんですか、その時は、ホームラン打った時。いや、特段声をかけてないですね。はい。まあ普通に開幕の時はですね、緊張してあれって思ったんですけど、はい、このシリーズに関して言うとそういう感じでもなかったので、これだったら大丈夫だろうっていうふうに思ってました。まあそれでもね、残り試合がまだありました。始まったばっかりでしたからね、今度は日本シリーズが。目標もあったですね。はい。工藤監督、移動日もありましたけれども、そういう時ってこう、どういうふうに気持ちを保ってらっしゃるんですか。どういう気持ちで過ごしてらっしゃったんですか。ビデオを見て過ごしてます。あ、ビデオを見て。はい。何のビデオですか。3戦目に投げるであろうと相手チームの投手の。あとは2戦目の振り返りですね。監督すみません、こっち多分ビデオした映画かなんかと思ってますけど、野球のビデオですからちょっとすみません。それはオフシーズン見ますね。今から見る「鬼滅の刃」見ましたか、工藤監督。はい、映画ですか。はい、もうまだ見てないでしょ、鬼滅の刃。映画まだ見てないです。もうぜひオフ見てくださいね。あ、はいはい、ゆっくりされてください。もう本当にね、本当ご苦労様でした。本当お疲れ様で。最後の福岡のファンの皆様に向けてコメントを一言お願いいたします。あ、はいはい、2020年、本当にファンの皆様の支えで、4連覇という素晴らしい成績を残すことができました。ありがとうございました。我々の目標は常に前を向いてということになります。次は5連覇を。しっかり、まずは体をしっかり休めて、英気を養って、次の目標へ向かって、しっかりと戦っていきたいと思います。2020年、本当にファンの皆様、応援ありがとうございました。工藤監督、本当に4年連続日本一、おめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして V5 に向けて早くもこんなニュースが入ってきました。小久保裕紀さんが来シーズンホークスの一軍ヘッドコーチに就任することが分かりました。小久保さんは1994年ホークスに入団し、不動の4番打者として99年にはチームを福岡移転後初のリーグ優勝と日本一に、そして翌2000年のリーグ連覇に導くなど貢献しました。途中ジャイアンツ移籍を経て2012年にホークスで現役を引退するまで両チームでキャプテンを務めるなどプロ19年間で通算2041安打ホームラン413本と輝かしい成績を残し早くから将来の指導者候補と見られてきました。いやー、これはまた楽しみが増えましたね。びっくりですね。もう来年が始まりましたね。V5 に向けてということですからね。はい。でもこの1年間、ホークスの皆さん、今シーズン夢と感動をありがとうございました。